ヤッホー、沙織です。乾杯。イエイ。ドラクエ10やってきます。あのさ、前回あのまま終了したんです。一旦冒険を中断したら、始めたらなんか夏お兄ちゃんが語りかけてきたんですけど、どういうことこれ。おいおい。あ、お前、こんなところにいやがったのか。よかった。ちっちゃいアバ様の言った通りだぜ。思いって、ちゃんと届くんだな。俺は、お前に、これを届けに来たんだ。これ懐かしいね。ご機嫌な帽子。そうやった、そんな名前でしたね、そういえばね。俺が、せっかく作ってやったのに、忘れていっただろ。本当お前はおっちょこちょいだな。今までありがとうな。迷惑ばっかりかけて悪かったよ。お前のことずっと忘れないからな。お兄ちゃんが消えちゃったんですけど、忘れないからなって。また会えるよね。会えへんのかな。そんな、いや急になんなお兄ちゃん、マジで。ちょっとびっくりしたんやけど。はい、とりあえず次は何するんでしたっけ。はい、あ、エテーヌの村にいる、そうそう、花ちゃんに会いに行きましょう。お兄ちゃん消えちゃったんですけどね。辛い。なんかそう、このさ、研究室でずっとさ、テンソの花を作ってくれてたんですよ、お兄ちゃんは。テンソの花が咲いている、輝くテンソの花に比べると輝きは弱いようだので、お兄ちゃんがくれたテンソの花はひときわ輝きが強いやつっていうことなんですよね。ありがとうお兄ちゃん。はい、エテーネの村に戻ってきました。お姉ちゃんに輝く天祖の花あげたし、一生さんに錬金釜届けた。僕の役目全部終わったぶっけ。僕、暇にしてくれてありがとう。そのお礼受け取れぶけ。はい、ありがとうございます。過去からの贈り物、お兄ちゃんからの輝く天祖の花いただきました。お姉ちゃん、輝く天祖の花神様にやれ。宿のお姉ちゃんの役目物件。お、急になんかエンディングみたいなのが流れ出したんですけど、いろいろあったね。お兄ちゃんの足跡を追って、でも結局お兄ちゃんには会えなかったね。この世界のどっかにいるんかなとかって思うんですけど、もうおらんのかな。おらんのかもしれんな。ふう、花ちゃん、うん、僕、夏さんの花のところにお姉ちゃん連れて行くために作られた丈夫で長持ちするすごい生き物。お姉ちゃんに輝く天使の花あげたから、僕の役目全部終わったぶっけ。これからはお昼寝し放題ぷけ。お姉ちゃんは輝く天使の花神様にやれ。やるのお姉ちゃんの役目ぷけ。はい、そうなんですよね。ありがとうね、花ちゃん。あ、これで輝く天使の花が手に入ったので神様の元に行きたいと思うんですけれど、お兄ちゃんに会いたかったなっていう気持ちがちょっと切なさになって変わっています、私の胸の中は。はい、まあそうも言うてられないので、亀様の元に行きたいと思います。すごいすごい輝いてるよ、天使の花が。お帰りなさい、沙織さん。どうやら天使の花を手に入れることができたようですね。なんという輝きでしょう。ただの天使の花ではないようですね。それならばきっと
さあ早く天祖の花を神様に。ペガサスになんのかな。翼が生えたよ。すごい。エテーネの民、サオリオ。私は天魔ファルシオン、勇者の盟友であるあなたをこれまでずっと見守り続けてきました。あなたとあなたの兄のおかげで私は真の姿を取り戻すことができたのです。本当に感謝しています。あの日焼き尽くされたはずの天祖の花を夏さんはその生涯をかけて復活させてくれたのですね。あなたも真の姿に戻る時です。私が預かっていた体を返しましょう。クローズさんの真の姿。ありがとうございます、亀様。勇者が私を待っています。大魔王と戦うために私の力を必要としているのです。私は勇者の元へ向かいます。沙織、あなたもすぐに来てください。沙織さん、私のことを覚えていますか？亀様の巫女、アバの孫、シンイです。お久しぶりと言っていいものか。これまで黙っていてすみません。クローズというのはあなたと同じく生き返しを受けた私のもう一つの姿。それによって私も数奇な運命を背負うことになりました。あの日エテーヌの村を救うため旅立った私たち3人はそれぞれに大きな使命を授かったのです。すべてが終わっていつかまたあの時のように3人で笑い合える日が来るといいですね。体は返していただきましたが、私にはクローズとしてやらねばならないことがあるのです。私の使命は今はまだ語ることはできません。沙織さんは大魔王討伐の使命を勇者と共に果たしてください。ファルシオンを追ってグランゼドーラ城へと急いだ。
れはなんだ？こっちに来るぞ。勇者アンルシア、会える日を楽しみにしていました。あなたは伝説の天魔。私の名はファルシオン。あなたの盟友サオリの活躍により力を取り戻すことができたのです。この声どこかで。そうだわ、トーマ兄様と一緒に魔元帥ゼルドラドと戦ったあの時の。私を救ってくれたのはあなただったのですね。あなたには苦労をかけました。私の力が完全ならばあなたを偽りの世界へ落としはしなかったのに。ですが時は満ちたのです。今こそ大魔王と戦う勇者のため、この力を振るうことを誓いましょう。さあ勇者よ、私にお乗りなさい。大魔王の待つ魔元宮殿へ向かうのです。ありがとうサオリ、あなたならきっとペガサスを見つけてくれると思っていたわ。今こそ大魔王と決着をつける時よ。私はファルシオン様に乗り出陣します。私の盟友としてサオリ、あなたの力も貸してほしいの。ねじれたる異形の大地へと変わってしまったソーラリア峡谷、そこに現れた大魔王の居城魔元宮殿に来て。勇者姫飛び立ってったわ。え、そっか。ちょっと待って、整理が落ちかんぞ。頭の整理が落ちかん。クローズさんはシンイ君やったんや。お兄ちゃんと3人で旅したよね、シンイ君と一緒に。そっか、それぞれ使命が与えられてたんや、神様によって。多分やけど、で私は勇者の盟友として、お兄ちゃんは天使の花を作る役割で、シンイ君は私を導いてくれましたよね、偽の世界から。そうやったんか。でペガサス、亀様がペガサスになって早速勇者姫の前に現れてね、アンルシアタの前に現れて飛び立ってってしまったわ。マジか。そういえばアンルシアに会いに行くの忘れてましたけど、会話変わったんでしょうか。そういえばお兄ちゃんの話とか一緒にできたんかな。あー忘れてた、ごめんね。もうちょっと、まあダメ元でちょっとアンルシアの部屋に行ってみようかな。ああ一旦アンルシアちゃんごめんね、なんかしばらくぶりになってしまったわ。いろいろあったんですわ。あ、サオリごめんなさい、ちょっと忘れ物があって取りに戻ったの。あれだけ派手にファルシオン様に乗って飛び去ったものだから恥ずかしくて、こっそり今のテラスから入っちゃった。これみんなには秘密にしてね、お母様に知れたらはしたないって怒られちゃうから。さてと、忘れ物も持ったし準備完了。今度こそ魔元宮殿へ出陣よサオリ。もうお兄ちゃんの話とかはできなくなってしまった。ああちょっとこまめに戻ってた方が良かったかもしれないですね。そしてねじれたる異形の大地の第4の魔境の最深部を目指そうと言われておりますので、向かうしかないんでしょ。ああちょっと待ってサポート仲間がいないので雇ってきます。はい、再びやってまいりました、ねじれたる異形の大地。はい、まあこっからねショートカットできるので今回は。
はい、行きましょう、北側の門。はい、完全に一番高いところまでやってまいりましたと。来たよ、ペガサスに乗ったアンルシアが。勇者よ、この結界を壊さなければ魔幻宮殿に入ることは叶いません。私に任せてください。今の私ならば結界を取り除くことができるでしょう。ここで待っていて、沙織、魔幻宮殿の結界を壊してくるから。では勇者よ、私にしっかり捕まっていなさい。破ったよ、すごい、次々に破ってく結界を。頑張れペガサス、頑張れ。やったわ、沙織、これで魔幻宮殿に入ることができそうよ。大魔王の結界の力が強く、全てを取り除くことはできませんでした。勇者よ、私はここに残ります。開いた結界が再び閉じぬよう支えていなければなりません。ここはパルシオン様に任せて、私たちだけで魔幻宮殿に入りましょう。さあ行くわよ。結界は解けたけど、まがまがしさは今まで通りでございます。わあね、あっこ入ってかなあかんわけでしょ。来たわね、沙織。ここからは勇者と盟友の戦いよ。大魔王マデサゴーラを倒すためにあなたの力が絶対に必要なの。大魔王はきっとこの宮殿の一番奥で待っているはず。慎重に進みましょう、沙織。やばそうなんですけど、このマップはモンスターから逃げられませんって書いてた気がしましたよ。広いよ、わけわからんのやけど。どうしよう、下層、中層、上層、あ、最上層、あ、最上層に行けばいいんですよね。あ、迷いそうですね。ブルボードには乗れません。あ、地道に行きます。何これ、創生番号01630393がいますよ。我らは語り部、我らが創造主たる大魔王マデサゴーラ様の偉業を知りたくば、我らが作りし順に耳を傾けるがよい。大魔王様は
光の川の奥底より出でしとき、創生の力の破片を発見し手中に収めた。偶然かそれとも必然かは定かではない。創生の渦こそ大いなる創生の力の破片だが、欠片といえどそれは大陸一つを想像するだけの力を秘めていたのである。欠片から大陸を作ったってこと？もうなんかとんでもないんですけど。はい。大魔王様は創生の渦の力を使い、その心の赴くままもう一つのレンダーシアを作り上げた。人間が創作した物語を再現させた村、死者の魂を引き止めつなぎ止めた町、魔物が人間に、人間が魔物になった王国。わあ、これ全部メルサンディとセレドとアラハギ色のことじゃないですか。それらを眺め楽しまれた大魔王様は、次に自らの作り上げた偽りの世界で真の世界を塗りつぶすことに乗り出される。そう、偉大なる大魔王マデサゴーラ様は、かの女神の作りし大地を消し去り、自らを創世の大神タランと欲されたのだ。趣味が悪い怖いんですけど、なんかこの人たち言わされてますよね、完全に大魔王に。嫌なんですけど、攻略していかなあかんので、どこに行きますか。広いんですけど。あ、扉が開きません。まあ、扉が開かないってことは必然的に道が絞られるっていうことなので、ここが開かないから向こう反対側に行ってみますか。あ、こっちも開けませんね。ということは登っていくしかないってこと？それか奥に行くしかないってことですかね。はい、こっちの扉は、はい、やっぱり開けませんので階段登っていくしかないですね。またおるわ、創世番号が。大魔王様はまず冥王ネルゲルと契約を交わし、ネルゲルがエテーネの民を滅ぼす力を貸し与えられた。そんな時から手を組んでいたの、裏で。その力の代償としてネルゲルはレンダーシアを迷いの霧の中に封じて、5つの大陸と隔絶した世界になさしめたのだ。かくして大魔王様の作り出した世界で真のレンダーシアを塗りつぶす準備が整えられたのである。なんかいろいろ教えてくれるけど、なんか耳が痛くなるような、聞きたくなかったような感じのことを教えられますね。霧に包まれたレンダーシアの地では、アストルティアから切り離された影響ゆえか、外の世界との奇妙な時間的なズレが生まれた。だがそんなことよりも、真のレンダーシアに人間の種族神グランゼニスの残した神の秘跡が存在することが問題であった。神の力を宿したその秘跡は、真の世界を偽りの世界で塗りつぶす計画の大きな障害となったのである。はい、私がアンルシアちゃんと一生懸命守ったあの神の秘跡、あれが一番の障害やったんやって。え、マジでいっぱいおんねんけど。大魔王様は勇者の力を得るべく、勇者姫の兄トーマを創生の力によって蘇らせ利用することに決めた。トーマはかつての勇者が残した指輪によって一時的に勇者の力を宿し、神の秘跡の一つを見事に取り除いた。勇者姫と盟友の妨害を受け、残る三つの秘跡は取り除けなかったが、ソーラリア峡谷全域を偽りの世界で塗りつぶすことができたのだ。だがそれは始まりに過ぎない。全ての世界が大魔王様の望む姿へ、その時はすぐそこまで近づいているのだ。なるほど、このソーラリア峡谷がこんな禍々しい姿になったっていうのは、偽りの世界に侵食されてるんや。ここだけ、ここら一体だけ、これが全域に伸びてしまうかもしれない。レンダーシア、そうはさせませんよ。大魔王様は神の秘跡を守る結界を破るには、同じ神の力を源泉とする勇者の力が必要だと見抜かれていた。勇者姫を手に入れるべく、グランデドーラ城に魔元帥ゼルドラド号を差し向けられたが、惜しくもこれを取り逃すこととなった。勇者姫の行方は用として知れず、大魔王様は代わりの勇者姫を作り出したが、勇者の力が宿ることはなかったのである。まあ、勇者アンルシアもなんかかわいそうな最後でしたもんね。
えげつないことすんな、ほんま。これなんやろうな。絵が飾ってあるんやけど。これどっからどうやって行くんやろうか。ちょっと道がないんですけども。ここなんだこれ。また絵が飾ってますよ。漆黒の蝶やって。もうどういうことなんやろうね。あ、三つの蝶々。私は三つの蝶々は手に入れたんですけどね。妖精たちが怯えているようだ。三つの蝶々かと思ったら妖精たちやったわ。あれ行き止まり？どこに行けばいいんです？あ、これ調べてないな、この絵。はい。光に包まれた清らかな女神が微笑んでいる。どこからともなく声が聞こえてくる。扉の先に向かい、展示されたる絵の中から真実のかけらを拾い集めよう。扉に施された封印が解かれたようだ。あ、ってことは下の扉が開いたってこと？うわ、これなかなか時間かかりそうやな、この謎解き。これ開くってことですよね。開いた。さっき開かなかった扉が開きました。わ、魔物がいる、強そうな。わ、これ逃げられないって言ってたから慎重に行きましょうね。なんかさ、絵がいっぱいありますね。片っ端から絵を調べたら良さそうじゃないですか。よくわかんないんですけど。わあ、またいたわ。創生番号666。結構飛ばしちゃったかもしんないけど話しかけてみます。虚空を見つめ動かぬ獣、人間はその視線の先に何があるのか不安に感じることがあるという。まったく愚かなことだ。真に危険な存在が獣自身であることに気づけないとは。ちょっと何を言ってるかよく分かんなかったね。で、この、あ、獣？猫が映ってますけど。鳥の羽が舞う窓辺で猫がこちらを見つめている。何すればいいんですか？とりあえず扉は開いたんやけど、この絵の意味はよく分かっていない。全ての絵に触れればいいのか。何これ、石板？でっかい石板が置いてあります。我はカゴにとらわれし鳥の絵を求めん。赤の泉の天使はとらわれの鳥を哀れに思い、その在りかを見守らん。鳥の絵を見た後でここに来れば開くってこと？ちょっとよくわかんないんですけど。またあったよ。我はカゴにとらわれし鳥の絵を求めん。これ同じこと言ってる？赤の泉の天使はとらわれの鳥を哀れに思い、その在りかを見守らん。やって、ここにまた扉もありました。複雑なんですけど。あ、またいるわ。創生番号いっぱいおんな。我らが主こそは世界を創造せし者。その目は全てを見通している。何も隠すことなどできはしない。言わされてるわ、大魔王に。お、これはなんだ。閉ざされた赤い窓の向こうから無数の目が覗いている。赤い泉が鳥が言うのは関係ないんかな、これは。わけわからんのやけど、ちょっと。はい、元の場所に戻ってきましたが、いやー、ちょっとこれは絵がいっぱいありますし、謎が結構複雑そうな感じか。ねえ、何らかしらの絵を見たら扉が開くとかそういう感じなんかな。よくわかんないんですけれども、続きは次回やっていきたいと思います。次こそは大魔王と戦うことになるのでしょうか。はい、今日も見てくれてありがとうございました。またね、バイバイ。